ノーエクスマキナ、今だからこそ対人初心者が気をつける武器おまけ編、ライオットライト3レーダーフォース。皆さんこんにちは、こんばんは。ももぐれももみチャンネルのももみです。いやー、めっきり秋めいてきましたね。皆さんアウター生活エンジョイしてますか？今回は今だからこそ対人初心者が気をつける武器おまけ編。現環境ではあまり見ないものの、かつてランクマで猛威を振るっていたり、ランクマに潜れば必ず遭遇したパターンの戦術武器をご紹介したいと思います。遭遇率が少ないからこそ、知らないで遭遇すると焦ったり対応をミスると厄介なタイプのものなので、この動画を見て対応を頭の片隅に置いておいていただければ幸いです。今回ご紹介する武器はこちら、恐怖のおばひビリビリマシーン、ライオットライト3ミラージュオニエムでレーザー照射レイダーフォース。私もかつて全然対処できなくて非常に困ってました。これらの武器戦術の基本的な対処方法を教えちゃいます。といっても本当に練度の高い上手なお方に使われると対処のしようないのですが、それじゃあ行ってみよう。ライオットライト3の怖いところはスタミナを奪う点、スタン状態にし移動や反撃を不能にする点です。そして身動きが取れなくなったところで、事前に発射しておいたブライニクルが直撃したり、アンファンやイニキュームでとどめを刺してきたりします。アークガン系列は空中で高速戦闘がメインとなる布置きにおいて、ブースト時に必要なスタミナを減らし、スタンさせ行動不能にしてくる点が恐怖ですね。それでは対処方法です。上記の特徴を踏まえた上で対策としては、徹底的に距離を離す、スタミナ管理に気をつける、シールドでアークを弾くです。ライオットライト3機体の多くはエイムアシストなので、機体速度はあまり速くありません。またアークガン全体に言えることなのですが、射程が短いため近づかないと当たりません。なのでレーダーや機体を見て距離をしっかりと保ち、接近してくるまでにこちらの攻撃を当てる、そして近づいてきたらウィングでスッと逃げる。その際にサテライト移動してもいいのですが、そうすると一気に距離が離れないので思いっきり交差しきってしまうのも手の一つです。またアークのパチパチが飛んできても慌てないように、シールドシフトで防げるので、万が一アークを食らうことがあってもシールドシフトで防ぎ、そしてウィングで距離を取る。あとは事前対策として非ダメージ時スタミナアップのアタッチメントを1個以上つけておくということです。こちらはダメージを受けるとスタミナ回復量がアップするというもので、アークガンとスタミナを奪ってくるタイプの武器の対処として、かつてはガチ対戦をするのであれば必ずつけておけと言われていたアタッチメントです。ご覧の通りダメージを受けるとスタミナが回復し、オバヒまでの時間が多少長くなっているのが分かりますか？これで多少スタミナ管理に余裕ができ、万が一アークを食らってしまった場合もスタミナ切れを起こさずに余裕を持って回避行動に移れます。対ライオットライト3への立ち回りは攻撃よりも回避を優先に、とにかく焦らないこと。オバヒ、スタンイコール負けに直結するので、とにかく距離を取る、スタミナ管理、そしてシールドとウィングの残量にも気をつけたいところですね。そして近づいてくるまでに攻撃を加える。以上を心がけていれば大丈夫ですし、初対面の時も慌てずに対処できると思います。追記ですが、盾を装備してアークガン対策という手も有効です。また機体にもよりますが、中遠距離から差し合いできる機体であればそのまま引き打ちでもいいですし、近接機や交差特化機は感電しない程度に接近し、こちらが食らうダメージ以上にしっかりとダメージを加えるというのも手です。ミラージュオニエムでレーザー照射レイダーフォース。最近ではほとんど見ませんが、かつてはランクまで必ず遭遇したタイプの戦術です。初めて遭遇したり対処方法を知らないと、ミラージュによるオニロックの予告線からの照射レーザーにビビってしまうことかと思います。こちらの対策なのですが、やはり慌てずに距離を取る、相手がミラージュを出したなと思ったら警戒して離れるのも手でしょう。そして相手のミラージュから緑の予告線がオニロックでこちらに照射されたら距離を取りましょう。照射レーザーは距離減衰が激しい攻撃なので、あるいは障害物の陰に隠れましょう。万が一レーザーが照射されロックを切れない場合は、落ち着いてシールドを貼りましょう。レーザーは属性比率が高いためシールドシフトで防げます。防ぎつつ距離を離すか、建物の陰に隠れると次の行動に移りましょう。今ではこのタイプの戦術の方はいないし、そう警戒する必要もないと思いますが、初めて遭遇するとミラージュのオニロックによる照射レーザーにびっくりして対応が遅れると痛手を被ることがありますので、頭の片隅に覚えておいていただければと思います。ということで今回は対人初心者が気をつける武器おまけ編、
恐怖のオバヒミリビリマシン、ライオットライト3、ミラージュでオニエム、レーザー照射、レイダーフォース、特徴と対処方法をご紹介いたしました。ご注意なのですが、今回ご紹介したのは基本の木ということで、もっと別の対処方法があったり、その人その人の得意な戦術や機体相性で向き不向きもあるかと思います。熟練プレイヤーは対処方法を知った上で応じてを行ってくるので、完璧ではないという点だけご了承ください。ももぐれももみチャンネルでは様々なゲームの考察、解説、紹介動画を出してまいります。ぜひとも皆様チャンネル登録、高評価お願いいたします。それではまた次回の動画や配信でお会いしましょう。ももぐれももみでした。まったね。